お前のすべて。こんにちは、ドローン空撮旅人のトキです。今日はドローン登録について解説していきたいと思います。今回は特にドローンをこれから始める方、まあもちろんドローンを今現在されている方もよろしければぜひご視聴していただければと思います。そして初めての方は今回ドローンが初めての方やご興味がある方で、もしよろしければ今後もこういった初心者さんにも役立つ動画を上げていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではこれからドローン登録について解説していきます。ドローンの登録に関しては、実は言うと2022年6月の20日以降、100グラム以上のドローンに関して屋外などで飛行する場合、ドローン登録が必須になってきます。その解説をしていきたいと思います。そしてドローン登録に関しては、国交省のドローンの登録のサイトがありますので、そこから登録していきます。そして用意するものがありまして、ドローンの料金、マニーですね、とあとドローンの本体に記載している機体番号、そして身分証明ですね、身分証明、マイナンバーカード、もしくは運転免許証、もしくはパスポート、なんかその他にも証明できるものでもいけるみたいですね。そういった形になります。料金に関してはこの表みたいになってますね。一番安いのがあれですわ、マイナンバーカードの900円になります。で、あとは運転免許証とかでしたら、まあ1450円とかになってきますね。で、紙媒体による申請はもうオンライン登録ではなしに、紙媒体ですねは2400円とかなり高くなってきます。そんな感じですね。あ、そうそう、今回リモート ID という機械を、これもまた2022年の6月の20日から設置しなければいけなくなったんですよ。このリモート ID っていうのが、ドローン本体に取り付けてドローンの所持している方の情報を発信するという、人権を無視した個人情報ダダ漏れの機械なんだ。それを6月の20日以降必ず設置しないといけないんです。ただここで例外があって、6月20日からの国内でのドローンの販売の時にリモート ID は基本的には内蔵されるっていうことなんですけど、それ以前の私たちですね、今現在ドローンを空撮されている方のドローンの本体の中にはリモート ID っていうのはないので、ドローンの登録を6月の19日までに、そのリモート ID のないドローンの登録をすると、一応リモート ID は免除されます。なので今までドローンを操縦されている方で、6月の19日までにリモート ID を内蔵されてないドローンを登録しなければ、リモート ID っていう機械があるんですね。でそれを購入してわざわざ取り付けないといけないんですよ。だから今までそのドローンの操縦されている方は6月19日までに登録しないと損しますよという形になりますね。そして6月登録すると、6月20日以降でもリモート ID は、登録したドローンに限ってはリモート ID を免除されます。だからぜひ6月の19日までに今までのドローンを持っている方は登録してくださいね。
そして今からドローンをされる方、ドローンを購入する方は、身元 ID 内蔵なので、6月の20日からですね、6月の20日からの販売に関しては、リモート ID は内蔵されているので、バンバン個人情報を出していきましょう。では、ドローンの登録、やっていきますよ。では、ネットでドローン登録していきますね。まずはじめに、日本の情報がダダ漏れの Google サイトへ行きます。そして、ここでドローン登録と検索します。すると、国土交通省のぼったくりのサイトが現れます。税金を払っているのに、まだお金を要求してくれるサイトを開けたかな？そしたら今度はアカウント作成をします。個人もしくは企業団体それぞれの方をクリックしてください。で、これなんですけど、一応最後の2つにチェックを入れないといけないんですが、先へ進めないんですよ。でもこれはちゃんとこのスクロールして、最後までスクロールして、やっとチェックが入るという形です。で、この下の方のやつも、そこのリンクですね、登録上におけるなんちゃらかんちゃらについてをクリックして、こういう PDF が開いてからでないとチェックが入らないので、これを開けて、まあ、できればダウンロードしていただいて、で、次へステップを踏みます。こうチェックが入ると、次へ進むが、チェックボックオンになります。ここで僕たちの個人情報をぶち込んでいきます。マイナンバーカードの IC カードリーダーがあれば、PC などに取り付けてカードを読み取ります。もしくは番号ですね、を入力していくという形になってきます。アカウントを作成すると、今度はログインします。で、教えられたログイン ID を入れて、パスワードを入力してログインいたします。で、ドローンの本体を登録していきます。左上の新規登録をクリック。そしてまたマイナンバーカードもしくは運転免許証などで本人確認をいたします。次へ進むをクリック。自身の個人情報を入力していきます。機体情報の入力をクリック。次にドローンの情報を入力していきます。まああれですね、型式とか、まあ機体の種類、番号で、まあ、リモート ID のありなしですね。で、あと改造あるかないかですね。まあ、そういったものを入力していきます。使用者情報の入力をクリック。
同一人物なら、はい。入力者情報の確認を繰り尽くして急げ。そして登録申請で感無量。だいたいこんな感じでドローン登録をしていきます。ちゃんとうまくドローン登録できたかな。それではお金取られてめちゃくちゃ監視されるけど、エンジョイドローンライフを。にに。ドローン空撮旅人は、観光旅行の絶景のドローン空撮、キャンプや登山の癒しの風景やギア道具などの動画を上げていきますので、よければグッドおよびチャンネル登録、予備人登録よろしくお願いいたします。